ヌイアンたちは自分が最後の一人になることを恐れたりしない。かつての栄華が失われても毅然とするそなたたちを女神ヌイは愛した。だから旧大陸での大戦でそなたたちが倒れていくことを見捨てはしなかったのだ。そなたたちが女神に従い新たな大地に来る間、旧大陸では英雄たちも、そして神々も死んでいった。そういえばそなたたちは生き残ったことを恥じていたな。その気持ちはよくわかる。私は2000年の間その気持ちを味わっている。生き残ったもののそなたたちは原初に戻ったかのような風景に出くわしたな。脳裏には散乱たる文明の記憶があるにもかかわらず、目の前には岩と森しかない。新たな大地は原初の精霊が支配していたな。精霊たちはそなたたちの来訪に猛烈に怒りを表した。私はそなたたちの傍らで見守っていた。女神との約束だからな。私を見ていない？いやいや、周辺を徘徊していた動物たちを思い出してくれ。マジシャンのソルズリアンが深き迷宮を発見し征服したことで精霊たちは森に去った。この大地の主が変わったことを悟ったのだ。鍵穴を見つけた者が覇者となるのが世の断りだ。ソルズリアンは迷宮の上に城を建造した。クレセントスローンの建国である。彼は賢明だったため、迷宮の試練を通過できる者にのみ王位を譲ることにした。それから幾ばくかの年月が流れると、次第に原初の魔法は弱まっていった。イリオン王子は迷宮を捨て軍備を増強し、エズナとマリアノープルを征服した。彼の王国はツインクラウンという名を得た。ツインクラウンはやがて大陸を支配することになった。マリアノープルの御三家から選出される王妃たちは二つの王冠をいただく力となった。黄金と平和がそなたたちを変えたのだろうか。いや、そうではなかった。フェルダン王が暗殺されると多くの者が王国の命運が尽きたと語り合った。だが日が沈みつつある王国を依然として守るそなたたちはかの英雄のように実直なのだろう。しかしそなたたちはまだ誰と戦うべきかを知らない。2000年もの間享受した繁栄の裏には秘密が隠されている。王国の至るところで身を潜めている闇はどこから来たと思う？女神に聞いてみたいが、もう答えてくれないだろう。それがどれほど苦渋に満ちた事実なのか、灰色の女神像をいただくそなたたちにはわからないだろう。しかし女神ヌイが残した約束はそなたたちを守っている。女神の子たち、ヌイアンの民、忘れるな。2000年前の大戦はまだ終わっていない。